に来てくれるかな。大丈夫、きっと大丈夫だよ。はあ、やっと着いた。アキハと久保田か。入るぞ、上条だ。上条先輩、先輩も残ってたんですね。ああ、逃げ遅れた、こいつのせいで。もう、なんでマヤヤのせいなんだよ。マヤヤ、逃げなかったの？逃げなかったのじゃないよ。学級委員のくせにリサリサってば。一人でピューってどっか行っちゃうんだもん。あ、ごめん。マヤヤが逃げ遅れたのはリサリサのせいだぞ。嘘をつくな、姫路。お前が逃げ遅れたのはゾンビの大群の動画をスマホで撮ってたからだろう。え、そうなの？あへへへ。あ、いや、こんな大群珍しくってついね。動画サイトに投稿したら再生数稼げるかなって思って。でもパニックの中でスマホ落として壊れちゃったよ。自業自得だ。ところでアキハ、残っているのはこの4人か。今のところ。ごめん、遊ばせ。2-2の教室というのはこちらかしら。あ、レイレイ。皆さんごきげんよう。金崎さん、来てくれてありがとう。皆さん、私が来ましたからにはもうご安心くださって結構よ。うわー、あの伝説のアイドルレイレイがいるなんて。アイドル昔はそんなこともしてましたわね。あの、なんで芸能界引退したんですか？別に引退したわけではないんですのよ。学業に専念するためにお休みしてるんですの。あの写真一緒に撮ってもらってもいいですか？あ、スマホ壊れてたんだ。そぼー、5人しか集まらないんだ。5人もだよ、リサ。射撃テスト校内1位の上条先輩もいてくれるし。あきは、お前の噂も聞いている。剣道部の次期首相だとな。いや、そんな、私なんて。皆さん、私のこともご存知でしょ。これでも私空手の有段者ですわよ。知ってます。A は空手のバラに出演するために特訓したんですよね。ええ、そうですから、皆さんのことは私が守って差し上げますわ。大丈夫だ、自分の身は自分で守る。あの、ところで上条先輩、緊急通信機の使い方ご存知ですか？カードキーが刺さってないじゃないか。カードキー？そうだ、キーがなければ作動しない。誰かカードキーを持っているものは？そんなもの生徒が持ってるはずないじゃありませんの。探すしかないか。でも探すってどこを？校内をくまなくだ。そんなの無理です。おっと、そういうことならマヤヤがいれば大丈夫。え、どうして？マヤヤにはなくし物の位置が勘でわかるという特技があるのだ。マヤヤがそのカードキーとかっていうのはパパッと見つけてあげちゃおう。カンって、そんなので見つかるわけ？いや、姫路なら見つけられるかもしれない。こいつは昔から不思議と鋭い。こいつの特技は私が保証する。昔から？マヤヤと上条先輩は古いお付き合いなんですか？ああ、親同士が仲がいい。幼なじみなんだよ。幼なじみ？私たちと一緒だね。
そうだね。あの、それでカードキーとやらは探しに行きませんの？そうだね、レイちゃん。レイちゃん。じゃあマヤヤちゃん、よろしく。任せて。探索ですわよね。骨折り損は嫌ですわ。ここは比較的安全らしいな。脱いちゃおっかな。こんなところでやられないよ。なんでこんなことに。これでカードキー2枚目。いつになったら終わるのかな。誰の挑戦でも受けて立つぞ。これでよしですわ。絶対に勝つ。これでよし。ですわ。これでよし、ですわ。
ゾンビが集まってくる。